はい、どうも、ウニユーチューブと申します。あれが始まりましたね。キャラ強グランプリ。で、キャラ強グランプリ第42期が始まりました。で、アーチャー、持ってない、バット、ゴブリン、ドネス、ケルベ、チビクロ、マリオ、バクジー、ユキンコ、フェアリー、ポーセティング、ブルドラ、レッドラガールズ、ブルドラガールズってことで、何もできません。はい。中型はね、無理っすね、全部。アーチャー持ってない、ゴブリン持ってない、バット持ってない、ゾネス、ケルベ、チビクロ、マリオ持ってない、ユキンコ持ってない、フェアリー持ってない、パクジーレベル10、8とかだったんで。で、ポセも揃ってない、ブルドラも無理、レッドラガールズも無理、ブルドラガールズ大天狗ぐらいなんですけど、まあ、ブルドラガールズ大天狗やったとこで別に使わないし、フレームつけたとこで、まあ、取れるかどうかすらわかんないし、仮に取ったとしてもフレームは多分まあ、使わないだろう、つけないだろうってことなんで、まあ、今回では最近ね、ピクシーだの、ケットシーだの、フォア型ので、なんかもう強ピー度外視のゲームしてたんで、ちょっと今期でガチ固定でもう頑張って2300に滑り込もうと思います。はい。てな感じで、アーチャーゴブリン、バット、今期もキラービーダメじゃない？アーチャーダメ、ゴブリンはまあいいじゃん。バットもまあいいじゃん。で、ゾネスは多分関係ないじゃん。で、ケルベも、まあ、半々ぐらいか。噛みつかれたら終わり。で、チビクロも無理。マリオネットはまあ、半々かな。飛ばれたらやばいけど、剣士で止めてケツ当てすればまあ。で、バクジーも巻き込まれて死ぬ。キンコも触れない。フェアリーなんてもう、無意味。で、ポセマヒンない。テングマヒンない。ブルドラはまあ、ワンチャン。レッドラガールはそもそも触れない。ブルドラガールは触れないって感じなんで、ちょっと無理っすね。キラービー今回は。キラービー最近ちょっと微妙すぎるな、なんか。でもやってること自体は強いんだけどね。ってな感じでいきますか。いや、待って。今回も秘密ステンアップか。ちょ、ダメだな、俺。秘密ステンアップめちゃくちゃ苦手なんですよ。やべえ。これ、どうしよう。今回。で、俺、秘密ステアップ、マジで、毎回、強火1800ぐらいまで落ちるんで、絶対に。どっかで。ダメだもん。あかんわ。俺。この3日間、強火上げらんない。上げらんないし、リーグ、これ実は一発目なんで、すごい緊張してます。絶対打ちます。さらびとぶち切れてもらいました。でまあ、金利差がどんぐらい、うわ、ロボカか、てか、アビさんロボカ、なんで死んだんだよ。どうしよう。サチューンってスキル。恨まれたら、ツンツンしようと思ったんですが、大丈夫そう。マーマン、バサカ、ネズミ、なんすかね。金木が早かった。さあ、チューンと。さあ、金木くん強い。あそこちょっとどいてもらっ。いやー、あの金木死んじゃうか。マーマン、バサカ、ネズミ。なんだこれ。全員正面すぎてしんどいな。さあ、ブルドラ来ました。ここにフォアが。まあ、リザをね、壁にしつつって感じで。ピクシー。じゃあ、ピクシーちょっと離れす。チビクロビーだか。どうせ。え、ブルドラ不足ね？めちゃくちゃ強いじゃん。そんなにってくらい強かった。いや、でも、チビクロも強えんだ。え、ちょ、わからん。で、ツンツンが強えってことはわかった。ちょ、なんか入らん？入った。なんでブルドラ死んだってか。何リーダーこれ。え、ブルドラは強かった。え、壁張ってなかったからかな、フォアが。チビクロなのか。
ブルドラなのか、何なんだ。点差20過ぎすぎです。はい。いやー、個人的にはバクジーリーダー、バクジーマリオネットあたりがちょっと、嫌だなって感じなんですよ、リーダー。対戦する上で。他はね、全部アンチ引こうと思ったりしてるんですけど、てか今回別に秘密アップだから全部あんま、なんでやべえな、キャラ数。10体しかいない、10体。みんなバサカ引いてんな。バサカってキャラぐらいやってないっすよ。バサカもさっき強かったんだよな。うちの権利座が、破壊されてた。ゴリ押すか耐えるか迷うな、これ。どうしよう。アーチャーだ、ゴリ押すわ。いやー、フォアガかー、ダメかなー。さあ、ピクシースキル打ったが、しかしちょっと行き着くね。アーチャーに対抗先がないんだけど。とりあえず、フォアが流したかったんだけどな。いや、バカキシー。ねえ、フォアが挟まってる、これで。厄介すぎる。え、またチビクロだし。まどめ。いや、てか、アーチャーが鬼きつい。いや、カニさんか。いや、フォア側はフォア側に当たらないとね。使えないし、もう、こういうとこに刺したんじゃない？ちょっと、もう手数が多い相手のしんどすぎて、壊していきましょう。でもう一回豪快者か銃ちゃう、これなんだっけ。ビートルきつい読みでいくしかないんだけど、上とか下とか。ねえ、なんでチンしなかったの、ビートルバサカに対して。お前負けんじゃん。てか、チビクロたまんねえし、普通に。無理だわ、終わった。いや、取れない。バー投げー。ごめん、リーダー絶対チビクロだわ。頭おかしい、このバー。大型じゃん。いや、きついなぁ。ダメでしたと。やば、バー。ありえねえぐらい長いんだけど。何も持てかれんのこれ。3ですか。3ですか。で、今回さ、アビさんつけらんないキャラ一体もいないわけじゃん。ナビ9っていう時点でさ、もうキャラクターやってねえやつなんだなってバレるわ。しんどい。ねえ、やめきますか、なんて。うん。てか、もうそろそろね、私も、ちょっと新しいキャラを付加しようと思ってるんですが、8月じゃないわ。8周年イベントがもうそろ待ってるんで、そこで、すくすくが多分来ると思うんで、そこで、付加をしようかな、といったところなんですが、これは明日は打たずに、ここ気にしなかった。チビグリか。おっと、スーパー気持ちいいマンがいます。あ、ちょ、ひだ全部、あ、バス、あ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 、桜倒せなくね、これ。朝倉、無理すぎんか。さすがに。びっくりしてるもん、俺。あ、そんなに無理なんだって感じで。ベビーで削ってバサカで取りたい。決勝入ったね、オッケー。あ、83もいってま、ベビーぶっ刺されじゃん。そんな使ってらんねえじゃん、気軽に。ワイン一旦窓で守っていつつ。さあ、ブラが全然つけるかな。まあ、裏引きなんでしょう。え、何リーダー逆に。うそく、あ、え、ミノン。あとミノンバカきつくな、これ。フォアガも流せないしさ。ゾネスか。ここは、ピクシー横当てで倒したいです。さあ、虹や桜。
下倒せない、ピクシー横まで出てないし、下きつそう、まあ、きつとか俺がきつそうなんで、これもガンガン行くしかない。さあダメージレス勝てんのかってとこなんですけど、問題はいけそういけそういけそう。ゾネスリーダーか、ゾネスなんだろうね。ブラが全然スキルってなかったら一回打ったか打ってないかじゃん。さあ、おお、うまい、27うまい。いやてか、まあうまいって俺が持ってないからうまくなっちゃうんだけど仕方ないっす。さあ誰でしょうか。で金バッジ使いたいな。なんかバッジの暴力したい気分今。あ、強いんだけどね俺ね。そういう気分だろ。秘密ステップだし、なんか、あーなんか、え、いいよね今は別になんか、なんとなく、チビメタを使いたいなっていう、あれだけで選びました。チビメタってね、弱いんだよね。補欠にしたいっす。その急に、騎馬兵が出ちゃう。騎馬どうしよう。ちょ、一騎馬なんだよな、厄介なことに。でかくて。危な、普通に。クレフラ？クレフラキラビキバ？おいおい、迎撃マシマシじゃねえか。どないすんねん。これね、もう圧、ゴリ圧。クレフラ、まあ長くね？リーダーか、来てね。クレフラを一旦ピクシシーでどかしたいんで、これ以上ね、バサカーは使えないですよ。そう。うわっ、嫌なキャラ。もうクレフラ倒せるじゃん。で、ケツ当てが、メタで倒すか悩むんですが、ここは何も必要なかったですと。やべえの出てきた。倒せねえんだ俺それ。てかあれが待ってんだよ、騎馬兵ルッパ、ルッパ騎馬兵待ってんだよ。どう飛ぶから待ってます。見てみ、ほら飛んだ。騎馬ルッパ来ちゃうって。知るべきなんだ。クロでした。キバチビクロ来た。死んでる。フォアが何があった。普通にワンパン入りそう。普通にやべ、レードラしかいない。早かしてお前ら。危なすぎ。やだよもう。てかマクロスマジ強いんだ。マクロスリーダーか、チビクロリーダーか、どっちだ。いやーちょっとどうしよう。あー悪くないな。いや悪くないな、行くか。チート支援キャラがいないのが気になりますが、いや、めっちゃ大砲撃ってほしい。どう？撃たん？撃った方がいいよ。ねえ、指がさ、タップしても、下手くそです。やべ、ゴスだ。さあ、ウルフ、ウルフ。ここはもうこうで、紙くんだけちょっとカットしといて、上パワーついてます。やべ、ゴスいんだ。やばい。これがラッキー。来てくれるのから、じゃね。いやー、まあ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 。ここパワス。なんか上怖くね？いいね。コストないんだけど。いや、パワスがめっちゃ頑張ってくれてんだけど、カニキくんちょっと厄
界すぎる上に白羽刺したな。ボスに刺したっけ。さあボス、いや消えちゃー、消えちゃうな。あの金木くんにはビートルは出たい。取って早く取りで、ラビータが死んじゃう。ういウリフ、UFO、ゴス、カネキか。どういったお前、そこは。オッケーオッケーオッケー、危ない危ない危ない。ゴスが危なかった。ピクシーのあのスキルが全部、ゴスに吸われるとかあったけど、おぉ。イェイ。干渉で3時ぐらいくれないかな。無理か。あーでも全然前全然前、キャラつい最近までさめちゃくちゃキャラ強意識してたからさ、キャラ強の方に目いっちゃうわ。さて、あー金バッチ、いやあ強そう。いや私豪快じゃいらねー、本当にいらない。強い時は強いよ、ちゃんと豪快じゃん。違うんだよ、打たないんだよ、好き。なんかね、難しいキャラなんだよ、出すだけでいいんだけど。やっぱ打つの遅い。なんか大砲ラグったな、腹立つ。まあ、豪快じゃんを一番強く使いたいなら、もう隠す。隠すってか、最後の方に流す。チビブラを倒してもらう。こう攻め手がねえな。ブルードと、まあ、どうで。解除いっか。じゃあ、もうしょうがない。もう切っちゃう。ちょ、腹立つ。お前、クラッシュ持たないよね。なんか、お前、そ、なんかさ、なんか、なんなんだろうね。2回通常攻撃して削り切った後、クラッシュとか言うさ。それじゃないんだよな、みたいな。あと一回早くクラッシュ打っときゃさ、お前さ、みたいな。あとやばすぎ、第一ギルのこの、奴ら。ゾネスリーダーっぽいな。そこも第一ギルしかやってなかった。ブレード使うか。裏技使え。あ、若いじゃん。クイーンビー？え？さあ、マヒンビー。ゾネスリー。僕に苦手なんですよ、普通に。ちょい。で、はめて、はめれなかった。なんちゅうこと。倒せた。お、ポン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 。ゲージ聞いたっけ？いないよね。もう、けがいいんで。ちょ、俺こっちこん？俺。前前前前、お前前だって。俺。いや、後ろ行っちゃうかな。いやー、上の。いや、これが強いんだ。負けた。点差で負けだな。やっちゃった。いや、惜しい。いやー、ゴーレム。お前なんで後ろ来たんや。点差でいくつですか？いや、持ってんな、マッチングいいな。いや、今マッチングいいな。いや、いいな。マッチングいいぞ。さてな感じ、2262990。2026、2000も戻ったけど。いや、ちょ、みんなのリーダー見てみていい？アゾネスだよね。ゴスなんだ。チビクロ、アマゾネス、チビクロ、チビクロ多いな。チビクロが多いな。やべえな。窓を引くことを意識しながらやった方がいいかもしれないな、今後。ということで、ミニチュアでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。